ゲームを始めます。出たー、びっくりした。ゲームです。 YouTube 時系列クイズ、お久しぶりです。前もこの配置だったね。絶対無理だな、絶対無理だなって言ってたね。ここに2つのデッキがあります。デッキ上と下を選んでください。じゃあ高崎、下。じゃあ上。やだな。え、2個作ってきたとかじゃなくて？2個作ってきたよ。マジ？あざーす。うわ、出た、俺か。南、髪型変遷編。俺の髪型の変遷。なるほどね。こいつでも3年で結構顔変わってるから、顔でわかんじゃね？顔で分かる説あるよ、うん、高崎前あそこのドアで怒られてた。おい、あ、いや別にいいんだよそんなん、別に怒るつもりなかったら怒んなくて。それじゃあ今回も執行人決めますか。執行人がいいな、マジで全然執行人がいいな。前回と同じルール、1分間に1回執行。なんかさ、水曜日のダウンタウンとかでこういう企画やるんだったらさ、1分間に1回提出じゃない？じゃあ1分間に1回提出して間違えてたら執行で。オッケー。はい。じゃあ執行人がちょっとタイマー係もやっていただきたいです。ああ、なるほど。いや、今回は。一応写真普通に見せて。わ、これでもむずいな。まあなんか、バラブロとかはさすがにわかったりするけど。バラエティブロッサム？バラエティブロッサム何番お前？10番。ああ、あれはバラエティブロッサムなんだ、あれ。うん。じゃあ、ジャンガチが執行人をやろう。最初はグッ、じゃあいけ、はい、あいこでしょ、よっしゃ、でかい。めっちゃストレス解消できる。いや、マジで全力100ゼロかもしれん。マジっすか。本人と、でかだってそのシェアメイト、興味ないシェアメイトだから、マジで覚えとらんもんだって、こんな髪型なんて。いや、正直わかんない。いや、まあ、なぜかその、この時どんなことしたかとか覚え、思い出せんじゃん。やっぱでもそのさっきも言ってたけど、その顔は結構ヒントよな。うん。これとかめっちゃ若いでしょ、だから。じゃあ、もう始めますか？いや、これはもうその当時からしても、若いです。それでは参りたいと思います。はい。よーい、スタート。これは一番最初でしょ。そんなことない？これが多分ね、一番最近なんですよ。で、これも結構前の方でしょ？この辺も前の方じゃない？違う？あ、そうっす、前の方。この辺。顔が若いよね。はい。こっちの方が早いんじゃないですか？ワンちゃん？これの方だと。はい。で、この辺が最近一緒だもん。このセンター分け、センター分け。これセンター分けこの、これ多分順番でしょ、これ。センター分けは。仕切る。この、やつで。で、これがもうちょっと、髪が短いやつがあるから、このセンター分け続いてるじゃん。だからセンター分け続いてるやつ。こうやと思います。うん。でもセンター分けこれ続いてるから。いや、センター分けは、このセンター分けの流れがある。なるほど。うん。あれでしょ。これで、センターして、一旦挟んで、またセンターみたいなこと、これ。はいはいはい。いや、これは、結構前ですよ、多分。あ、じゃあこれは結構前のよ、はい。じゃあ最初のセンターだ。この辺かな。うわぁ、これどうや。センター、とりあえず、センター。1分経ちます。そしたらもう決めてください。こうじゃないですか。とりあえず1分経ちますね。あと5秒。4。一旦これでいきますか。オッケー、一旦これでいこう。1。いや、良さそうだけど。はい、オッケー、1分。じゃあ、木島くん、正解数を。合ってんじゃない？下手し。4ヒット！ 4 ヒット！はい、じゃあ、しゃがんでください。それでは、スタート！いってぇな。いや、この、だから、その、これ結構センターがヒントちゃう？センター分けが。そうですね。そのセンター、間、センターは確率？そのセンターずっと続いてない？ 5 連続センターみたいなことない？いや、センターの時期が何回かあるんで、イチローみたいなもんで、ライト、センター。確かに、イチロー最初センターやってて、はいはいはい、途中からライトだもん。いいね、直出して、はい、叩き放題ね。ありがたい。ふざけろ、ふざけろ。いや、マジでなんや。これも結構前かじゃん。これの方が、こうよ、多分。これの方が後よ。え、これってそんな前なの？これも全然ずっとクリアできない、あるな。なんかこの服結構なんか最近見たイメージあるけどね。着てるイメージだけど、こんな昔から着てる。いや、これ結構前から着てます。前からなんだ。これは南の服。はい。何も分かってないんだよ。で、この髪くわえてた時は、これ。これは木島の髪の毛ですね。木島が髪の毛切ったのって結構前じゃん。結構前ですね。はい。3、2、
一、はい、いきます。はい。どうですか？これでいくね。これで。はい。うん、いいですよ。6個正解。おお、お、お、お。ということは、ということは、どこ書いた？おー、スタート。どこ書いたんだっけ？これでこれ俺にも送ってるよね、はい、俺。ってことはこれはもう正解ちゃう。あ、なるほどね。6個。いや、これ正解じゃないですか。自信あるとか言って。え、でもこれ自信あるんじゃないの？これは絶対合ってます。あ、なるほどね。ってことは、3は確定やろ。ここはもう確定。で、これは？いや、この辺っすよね。いや、でもこれ多分ね、一番最初やと思うんですよ。じゃあこの辺は合ってんちゃう？多分ここは合ってんのかな。ここは。じゃあ端はもう固定か。はいはい。で、この辺っすよね。ここの順番がち、五感だーれですもん、多分。もう覚えてないな、うん。そうだね。そうです。これは、あれっすよ。これの CM にしようの。CM。スーパードライだ。はい。これ、うん、こっちかな？あ、でもあれや、髪型のこの分け方の感じがこっちかもな。ああ、確かに。この、こんな、こんな、こんななんか、おばさんみたいになってないもんだ、こっちの方は。確かに。こんななんか、前髪。はい。全部みたいな。でも、こっからここ行くか？ここは多分隣り合わせです。ここの順番変わって、で、ここ固定ですよね。うん。で、ここを変えてみますか、一回。あ、一回変えてみようか。はい、終了です。うん、終了です。4つ正解。いや、減っとるなぁ。このヒントを追加していきます。これは多分合ってんだよ。こうなんですよ。ってことはもうこの4つを入れ替えればいいわけよ、はいはいはい、でもこのパターンさっきやったじゃん、やりましたね。だからこれはもうどっちでもないってことよ。4番は天気の子上映記念聖地巡礼です。天気の子は3年前だわ。ひなだよね。ひなの話しよう。ああ、じゃあこう、めちゃくちゃ前だよ天気の子。こうか、こうじゃないですか。じゃあこれからえ、このさ、だってこのこの紙からこれ行くことはないやろ、はい。え、これはもうかなりトリッキーな状態なんです。え、これか、これあるか、毎回帰ってきたらこれだったって。帰ってきたらこれか、これだった、うん、これからこれなる。はい、行きまーす。いや、一回行ってみる。一回これで、一回行ってみる。もういいや、これでいいよ。あと10秒、これでいい。うん、これで、あ、これで行きますか、うん、5個よーい、スタート。マジで分かんなくなってきたわ。4、6、5。いや、でも進んではいいんじゃん。いや、でもさっき6だったんよ。何を変えたかをね。ちょっと迷宮入れちゃう。そう、南限界シリーズの原点はどっちかっていう。あ、ってことはこう。いや、それは答えだ。それは答えだ。で、一個、1年空いてます。はぁ、あ、なるほど。大ヒントじゃない、うん、?1 年 ?7 枚目から8枚目の間が、1年空いてる。なわけない。じゃあ、なわけないな。はい、2秒。なわけない。終わり。じゃあ。はい、終わります。どうしますか？ここが空いてるのかな。この、そんなわけないか。はい、行きます。そんなわけないからね。はいはい。うん、でも、1年空くとしたらここじゃないですか。もう終わってます。でもさ、7から8ってことは。やばいです。うん、あ、叩きまーす。これが、はい、ここちゃう。じゃあ。そんなことない。ああ、なるほど。そんなことはない。いや、可能性あります。7から8みたいな。はい。これ一回やってみましょう。これ一回やってみましょう。はい。うん。一回叩きまーす。なんだよ、まだ。まだ、まだ、まだ、まだ。一回返させて。一回、そのミスだよ。それはでもよくなった。そのミスだよ、一回返させて。一回、30秒経ってるから、30秒経ってる。その一回は返していいですか？ゲーマスター、ゲーマスターどうですか？返していいですか？今の無駄な一回はいいですか？今のはいいですか？揉めないでください。今のはいいですよね。揉めないでください。揉めないでください。いいよって言ってない。もういいじゃん。はい。OK、終わり。よかったです。空振り。はい、お疲れ。これで正解です。おお、じゃあ今のおかしいよな。じゃあおかしいよ。だって正解を叩かれる理由ないし。30秒オーバーだから。30秒オーバーだから。だって正解なんだから。もういいじゃん、一回叩かれて。今のは一回行かしてよね、今のは。正解してるのに叩かれてるわけだから。30秒だから。そのじゃあ叩けないからがあったの？30秒なんで、そう、ラストに叩かせていただきました。あったんだ。あ、もう叩いた、もう叩いたじゃん。入れ、叩いたじゃん。叩いたの？さっき叩いてた。じゃあ、当たってない。当たってない。のじり一発でよ。え、ダメ。当たってない。おい。じゃあ、降りて。叩く場所は選ばさせてあげたら、じゃあ、高崎。いや、のじりはいいよ。お前終わったじゃん。いや、当たってないよ。当たった、こうちょっと当たった。あ、もう、え、ちょっと待って、30秒オーバーだよ。まあいいよ、なるこいつら。じゃあ、どこがいいの？ここ、はい。頭でいいんだ。いや、あ、行きますか。
強いんだよ。強っ。はい、お疲れした。ああ、当たった。ちなみに、南的に一番どの髪型がお気に入りなんですか？いや、全部トータル合わせていいんやったらこれ。俺のも込みってこと？うん、貴重だしね。うん。まあでも、誰とも被らん髪型よ。ここでもう多分、2年ぐらい。え、どこが1年空いてんの？ここ。これが1年伸びてる。あ、ここ？そう。あ、これが伸びてこうなんねや。そう。パーマが残ってる状態なんや、この。でもずっと伸びっぱなしなんだ。だから、ノジリのセンター分け理論で言ってたら多分一生終わんなかったんだ、多分。一郎が正しかったんや、じゃあ。マジでこれさ、めっちゃスクリューに似てない？確かに。なんか誰かも言ってたわ、最近。そのラジオのチームの人も言ってたな。過去スクリューっぽいって。なんかどことなく似てる。ヒントがあったとかいえ、その4から10いったのすごない？いやだから下がすごいわ、一発でいったの。すごいよな。一気に全部ずれ込んだっすね、ここで。完璧に当てはまった。30秒オーバーの時なんだよな。なるほどな。30秒オーバーの時なんだよ。プリクラって考えたらさ、もっと伸ばしてくれるから。それではまた。いや、これはなんか、なかったでしたっけ？なんもないです。あ、これディスクだけあるんだ。はい。エンタメ。はい。エンタメ。エンタメ。まあまあエンタメか。今の。こっちの方が早いんじゃないですか。ワンちゃん、これの技だったこと。はい。で、この辺が最近一緒だの。このセンター分け、センター分け。これセンター分け、この、これ多分順番でしょ、これ。センター分けは。意外と仕切る。この、やつで。で、これがもうちょっと、髪が短いやつがあるから。はい